アナと雪の女王2日本版エンドソングを担当することになりました中本瑞希です。今日は緊張しますがよろしくお願いします。アナと雪の女王2の日本版エンドソングを歌うことが決まった時のお気持ち、どんな気持ちだったのかまず教えてください。全然信じられなくて、今でもちょっと本当に決まったのかなと思ってて、先日レコーディングをしたんですけど、その時からだんだん実感が湧いてきたんですけど、今日もちょっと今夢だったらどうしようかなって思ってます。夢じゃありません、はい、ほっぺたつねてみましょうか。痛いですよね。痛いですね。痛いです。夢じゃありませんよ。やはり決まった時ご家族の反応もものすごかったんじゃないですか。そうですね、家族は本当にちっちゃい頃からずっと応援してくれてたんで、決まった瞬間すぐ電話したんですけど、みんな泣いて喜んでくれて、私も号泣しちゃいました。私もこの曲にすごく勇気をもらって第一歩踏み出せたので、皆さんも第一歩を踏み出せるようなそんなような曲になっているので、ぜひ聴いて、みんなで前進していきたいなって思います。